Hello YouTube! というわけでこんにちは、高根清馬です。今日も現場に出て仕事してたんですけど、終わって帰ってきて昨日できなかった、この床面の型取りをこのプラダンを使ってこう当てて、あそこの部分の縁取りをこれに書いた上でこの鉄板をカットして、でこの洗って錆止め塗った上にこの薄い鉄板を貼っていくっていう作業をやっていくんですけど、今日はまず型取りからやっていこうと思います。じゃあ早速作業開始。よし、ある程度出ました。まあ、フリーハンドですね。フリーハンドでカットして、まあ、ちょっと雰囲気で行こうかな。で、この感じが、これフィットっていうのに、極めて、この形には、OK です。前の部分で、このタイヤハウスの部分もこんな感じでやり終わりました。なのでこの、まあ、アウトラインを描くっていう仕事は今日は終わりです。ちょうど本当この1800×900 の板が5枚でぴったり収まるようなタイプ感なんですね。なんで、まああんまり無駄にもできない、結構余裕が何かあるんです。ああ、のまっと一緒に出まえれば大丈夫かなっていう気がするんです。それよりなんかこう例えば、バッテリーを上からチェックしたりできるようになってたり、この謎のタンクがあったり、こういうものにちゃんとアクセスできる窓も作んなきゃいけないなっていうのは思いました。やっていきながら、ここはこう、規模でやっていくべきかなと思いました。あとは、やっぱりこのエアコンをどうするか問題が、こう、大きいかなというふうに思っていて、僕的には、年のうちに、使ったとしても7、8、9、10月、これしか使わないんで、この4ヶ月のために、あとの8ヶ月、使わないものがここにこうやって、ズデーンってあるのは、あんまり、良くないなっていうのと、あとはそれをちゃんと補えるだけの電力を自分で賄えれば、それっていうのはポータブルクーラーですね、ポータブルエアコンを置いて、それが賄えるだけの電力を上のソーラーとあとは蓄電池システム、これで賄えることができるならば、夏だけ、積み下ろしができるポットクーラーじゃないけど、ポータブルエアコンを入れて、でもう涼しくなってきたらいらないねってなったら、もうエアコンは下ろしちゃうっていう、積み下ろしのできるエアコンを採用しようかなというふうに思っています。となると、ここが、この後ろのとこまで、だいたい80センチぐらいですか。そのままだと僕は頭を取っちゃうんで、この部分をこうかがまないといけないんですけど、一番後ろまで立った状態でいけるっていうのは、相当ストレスがなくなるんじゃないかと思ってます。これがあるせいで後ろから乗ってくるとめっちゃ気になるんですよ、頭の上が。ただこれを外すにもエアコンのガスとかフロンガスとかが入っているんで、そこも基地所中堅さんにちょっとヘルプしてもらいながらガスをちゃんと取り出した上で外すっていうことをやってくると思っています。まあ、これが外れるとこの前の部分、ここ
ここにエアコンの室外機がついてるんですけど、この部分も、空きスペース、ここにもちょっと収納が作れたりするかもしれない。まあ、こんなで、ちょっと調べなくてはいけないことをやり取りをしなきゃいけないことがあるので、今日は大体帰ろうと思います。よかったらこの後、パスの動画もあるんで、ぜひ来ていってください。もう見てください。ありがとうございます。これからこのバスを組み上げて、日本を旅して、サーフィンを軸に日本を旅する、そんな中で、日本の文化、食文化、ね、文化、どんなものを僕たち崇拝していくかとか、いろんなことを、サーフィンを通して旅をしながら、触れていく。それを僕が、偉そうにしてくるというよりは、僕が感じたことをシェアさせてもらう。一緒に旅をするみたいな感じで、今後見ていただけたら、本当に嬉しいです。というわけで、ゆうまでした。今日はここまでということで、ぜひ作品を見てください。ではでは。